坂本冬美っていう歌手好きでしてね、ある時、これは歌ではなくて歌謡というものの解説に彼女が出てきましてね、ジーパンにちょっとあれ男物かなと思うような、ちょっとこうブラウスで襟のカットの鋭いような感じ、上のボタンが開けてましてね、ソバージュっていうんですか、この髪にチリッとなくしてね、先輩の石川さゆりを分析してました。さゆりさんはね、この曲は、ね、譜面はこうなってるんです、歌ってみせる、坂本、歌ってみせる、さゆりさんはこう歌うんです、すっくりモノマネで歌ってみせる、いい山が、あの山じゃ、いいから入るんですよね、あれ、いい山が燃えるさゆりさんはここまでしか声が出てません、音符はここまであるんです、でも皆さんの耳にはここまでさゆりさんが声を出しているように聞こえるはずです、声なんてものは出しゃいってもんじゃない、あの冬様がかっこいいと思いまして、その通りだなと思いましたんですね。まあ歌のことは存じませんが、文学なんてものも書きゃいってもんじゃない、実は作家の世界、作家の意図というようなものに迫っていきます場合、作家が書き残してくれていることを縫って拾って作家論をやるのは、これは簡単なこと、高等学校のあの傍線部いろはにはそれぞれ何を表しているか、あれを連ねていけばいいんです、そんなものは高等学校で終わり、それはプロの世界と違う、要は作家があえて書かずに伏せた部分をどう読むかということですよね。ここから先がクルートの世界に入るわけでございます。最前お話ししたことの中でもね、石原慎太郎無自覚にやってみたら書けちゃった申しましたでしょ、太陽の季節、俺たちの世代は太陽だっつってるんですよ、まあ正確に言うと自分の弟の石原裕次郎たちの仲間の青春を描いた兄貴ということなんですが、まあそれにいたしましても太陽の季節だ、俺たちには戦争体験もひどい目に遭ってない、何もない、中身空白だ、何が悪い、これが新しい時代の青年団だ、ずいぶん強がり言ってるわけですよ。この強がりを鋭く見抜きましたから、皮肉なネーミングですが大島渚は太陽の墓場っていう、太陽の季節なんかもう終わったよっていう映画を撮るわけですね。もちろんあれは石原の太陽の季節を意識したネーミングなわけです。最前時間がなくて飛ばしましたが、この本の中で純粋戦後派である以上、彼らの中に封建制の尻尾はもはやなかった、何かをしたくてたまらないエネルギーだけがうずうずしていた、そこまでご紹介しましたが、その先石原は無意識に自分でもそれと知らずに世代の代弁者となった、こういう言い方をしています。しかしもし小田誠が高校生小説であたかも石原における太陽の季節のように颯爽とデビューしていたら、それは無自覚に世代を代弁したということになるかもしれない。しかしそんなことはいくら早熟な高校生、優秀な男であってもたかが高校生の書いた小説、そこまではいかなかった。その後世界の放浪をしていった、フルブライト留学生として出ていった東大卒業生の時には白石、綺麗な顔をした青年だった小田が、世界無線旅行から帰ってきた時にはひげ面のたくましい若い男になって帰ってきていた。担当編集者がつけたか筆者本人がつけたか、今から思えばすごいネーミングです。何でも見てやろう。そうですよ、つまり自分の中に先輩の戦後派作家たちがこの問題を復讐する、決着をつける、落とし前をつけなければ死んでも死にきれんって書いた先輩たちがいるんだから、そこ行くと俺たちは何にもない、だから何でも見てやろう、白紙状態だと言っているんだから、その小田誠の性格を、文学の性質を大島渚うまく捉えてまして、石原が無意識無自覚に体現した世代の代弁者の立場を、小田は自覚的に
選び取った最初の作家である。文芸批評家大島渚と言いたくなるのはこういうところなんです。そして自らはちゃんちゃんと太陽の墓場なんていう映画を撮るわけですね。確かにその後の小田さんの仕事、今日までの仕事というものを見ると、その自覚的にという世界をどう把握するかという、自分の年代、自分の世代の代表者としてどう世界を把握するかというお仕事をなすってきたように思いますね。文学の仕事のみならず、ある程度以上の年齢の方は懐かしい名前と思いますが、ベヘイレン、ベトナムに平和を市民連合、あんな活動をした、今日この回想録でない回想録というどでかい本が残ってますが、あのベヘイレンの歩みがこれでよくわかります。さあ、その後にちょいと後に出てきた作家なんですがね、この人は優れた作家です。石原慎太郎が書いたような強烈な暴力とか性関係、セックスの関係についてのイメージ喚起力というものも豊富。しかしながら自分の役割、時代と自分との関わりということに対する自覚、自分はこれを作品化したから次にはこういう作品を書かなければならない、その通りの作品が出てきたという人が大江健三郎という人でございます。愛媛県ですね、松山から 4,50 分かかりますか、あそこからですと山の村です。そこで育ちましてね、それで松山東高校という、まあ、地元ではちょっと優秀な高校出て東京大学に入ってきます。東京大学の学生の時に5月祭の特集号という東京大学新聞、そこに奇妙な仕事という短編を出しまして、これがまあ検証で一等賞になってその新聞に発表されます。奇妙な仕事、犬殺しのアルバイトを引き受ける学生の話であります。研究目的でたくさんの犬を飼っていた、しかしそれが近所からの批判にあってとか、それから動物愛護団体からの横やりが入ってということで、かといってこれをきちんと管理する予算がない、そこでこの犬を全て殺さなければならないというので学生のアルバイトを雇う、そのアルバイトに応募するという青年の話です。ちょっと異様な世界で、イメージ喚起力があまりにも優れているので読み返そうとするとうわ気持ち悪いって、あの できればこう読まずに済ましたいというぐらいイメージ喚起力のある作品ですけれども、たまたまその東京大学新聞の編集小説で選考に当たったのが荒正人という評論家だったもんですから、でこの荒正とどういう批評家というような話は今日はお預かりさせていただきますが、その仲間で近代文学という雑誌でデビューしてきた同僚の評論家といいますかね、平野健という人が毎日新聞で長らく文芸辞表を担当しておりました。それで普通ならまあ東京大学新聞の学生小説だから文芸辞表の平野健も読み過ごしてしまうかもしれないところを、友人の同志の荒正人が選考委員で、しかも選評で褒めている、どれどれというんで読んでみた、この青年できるというわけで文芸辞表に取り上げました。それがきっかけになって文芸雑誌から注文があって、その次に死者のおごりというのが有名な作品では出てまいりますけれども、しかしこれも大した明治喚起力でございまして、芥川賞の候補作になります。ところがその時、出てくる時には出てくるんですね、有力対抗馬が一人いました、開口犬というのが。それでもう予選の時からもうこの大江か開口かどっちか、この時の芥川選評、それ以外はもう色褪せて見える、こういう感じなんですが、競り合いまして僅差で一票差か何か、そんなことが記録に残ってますが、開口犬の方が芥川賞受賞作になりました。そこで大江さんは半年後のその次の芥川賞の選考委員会の時に、今度は飼育という作品で芥川賞を受賞するわけです。初期の大江健三郎の作品というものには、まあ、際立った共通する特色というものがあるのですけれども、これらの短編よりも飼育と同じ時期に書かれた、ですからどちらが、まあ、研究者はもうその辺明らかにしてしまってるんでしょうが、私は存じませんが、どちらが先に書いたか、どういうふうに平行関係で同時進行で書いたか分かりませんが、飼育と同じ頃に発表されました最初の長編小説「メムシリ小内」という作品がございまして、これが私、初期の大江健三郎作品の中では最も優れている作品であろうかというふうに思っております。どんな小説かって言いますとね、その他大勢は別として、はっきりとキャラクターを持っておりますのは、主人公かつ語り手である僕、それから弟、それから南、李、韓国人ですね、朝鮮人ですね。それぐらいでありますね。あとは少女なんていうのがいたりするんですがね、どんな話かって言いますと、
どうも舞台はまだ終戦前、敗戦前です。管会員、少年院ですね。管会員送りになっている僕も不良少年です。南も不良少年。で、不良少年たちのどうも、相当のわしみたいに、二人のリーダーみたいな。時々仲良くなったり、時々対立したり何かする二人のリーダーが僕と南であります。それが住宅地域のといいますか、まあ、空襲があったり何かするときに、シャバに置いといてはというので、人里離れた山の村にそっくりその管会員の少年たちを疎開させるんであります。そこへどういうわけか、まあ不良少年の集まりでそこの管会員に入っているんですが、不良少年でもなく、管会員に入っていたんでもない弟っていう純真無垢な僕の弟がくっついてきて、この辺がこの作品の一つの謎でしてね、この弟の役割は何なんだろうって。七人の侍の時にお話ししました、本田勝四郎って木村光がやるあの役と同じ、一種のこう、無垢な理想形というものを作品の片隅に交えておきたかったということなんだろうと思うんですが、ちょっと謎でございます。理由なく弟というのが一緒に来て、山の村に送られる。切り立った崖、谷がありまして、で、とてもじゃないけれど、そこを越えていくことなんてできない。唯一のトロッコか何か、こういうもので運ばれてその村へ。ところが、その村へ入った時に、間の悪いことに、そこに疫病が発生する。そこで、その村へ到着したと思ったら、その夜だったか、翌日の夜だったか、村人たちが一斉に、その村を明け渡すように避難してしまうんですね。そしてその少年たちだけがその村に残されるんです。それからあとはすでにその病気を発病しちゃっているお年寄りとその脇についている娘、少女というのが残される。みんな逃げていっちまった。病気が、バイキンがこの村にはいっぱいなんだってよ。俺たちは取り残されたってわけか。捨てられたのさ。そんなことしていると食料がないといけないというので、何か調達しようなんて村の中をあちこち歩いていますと、ふっと出くわす、同じ年ぐらいの少年、がたいがいい。なんだお前。すぐ喧嘩になる。喧嘩になるけど、まあ、悪同士の仲良くなり方ですね。流血に至る、凄まじい喧嘩をして、おめえも強いな。おめえもなかなかやる。っていうんで仲良くなる。これが李という少年で。どうも、谷一つ隔てた斜面に、てん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 といくつかの小屋が見える。そこに、そういう言葉現在ではいいのかどうかわかりませんが、朝鮮人部落というものがあって、李というのはそこの少年、働き手。どうやらこの村に、すでに病気を発病した者、それから管会員から送られてきた少年たち、そして朝鮮人部落の住民だけが残されて、それ以外の日本人はすべて逃げていってしまった。こういう状況であります。その中で、まあ言ってみれば、つかの間の夢といいますか、つかの間の独立国の夢というような暮らしをするんでありますが、その時に小説でございますから、私がいくらあらすじを解説してもダメで、その文章を読んでいただくと、その文章の中の表現力が大変に豊かなのですが、我々は閉じ込められた。置き去りにされた。しかし、この特徴は、軟禁という言葉を使ってはおりませんが、平たく言ってしまえば軟禁状態に近い。つまり柔らかい閉塞状況。決して厚い壁でバチッと閉ざされてしまって、押せども引けども叩けども行くともしないというのではなくて、何かスーッと向こうが見える。谷を越えてあそこまで行けそう。同じ空気が流れていく。風が吹いてくる。あそこまで行けそう。でも行けない。一体、どういう状況に俺たちはいるんだろう。こういう状況設定です。言うまでもなく、大江健三郎という青年作家が、学生作家が、早くも自分たちの世代意識を自覚し、発見し、それを体現しようとしていた証拠でございます。確かに、もはや戦後ではない。ひどい貧乏ではあるが、最低限食うには困らない。時代にはなった。だが、朝鮮特需以後、日本が逆コースをたどるといいますか、戦前に帰っていくんではないかと当時の知識人は大変気をもんだそうでございますが、何かこの閉塞状況、戦前のある時期のように、きつい弾圧
政治の壁があるとか、社会の壁がある、家族制度だ、男女差別だ、なんだという壁があるというのではない。政治の圧力があるというのではない。はっきりとした敵がやってくるのではない。自分を閉ざす壁が目の前にあるのではない。一見壁などないように見える。が、一種のゼラチン室の中に閉じ込められたとでも申しますか、そういう中にやんわりと自分たちが封じ込められているというこの不自由感、このことを描いたんですね。これは今から読み返しても大変に優れた同時代の空気批判でございます。しかもまあこれが初期代表作といいますか、初期の大江健三郎の言ってみれば締めくくりの作品でございまして、ここから先私はもっと我々の、そして私の心の中のマイナス部分、ネガティブ部分というようなものをなぎ払って外へ出ていきたいというようなことをはっきりとエッセイで宣言して、作品もそのようになってまいります。そういうところ実に自覚的なんですね、この作家。そしてまるでもういやらしいぐらい計算通り、波の作家がその計算通りに着々とプログラムに沿って、自分が引いた線路に沿って歩いていきますと、定規で線を引っ張ったような味気のない作品になるのでありますが、この作家そうはならない。一作一作問題作にもかかわらず、本人の中では路線が引かれている。大変な自覚力ですね。それと使命感です。そうしますと、石原が無意識に飛び出てきた、それを遅れて出てくるかのようにして、早熟の才能という点ではむしろ石原以上だったにもかかわらず、遅れて出てくる感じで、いきなりひげ面の世界を巡ってきた青年として出てきた小田がいる。だけれども、そういう、まあ同世代といっても大江健三郎より3つぐらい年上になります、この石原小田というのはね、同世代のちょっと先輩という人たちがやったことを、さらにそれをきちんとこの時代の中で定着し、しかも上の世代に向けて俺たちはこうなのだというふうにアピールしていく、そのプログラムはどこにあるということを本当にこの人は考えて創作をしていた青年作家のように思えてまいります。言うまでもなく、事前のチラシのビラに書いておきましたが、この人たち俺って何って考えたんです。考える中で今までの世代とどう違う、どう同じというふうなことも考えたわけですよね。さあ、ここでちょっと割中的に一つ解説を差し挟みますが、この石原小田大江の中で典型的なこの3つが出てきたというふうに思うのですが、この人たち文学世代的に言いますと、一つ上の文学世代の第三の新人と呼ばれた作家たちからほとんど影響を受けておりません。もう一つ上の戦後派と言われる世代からは実に多くの影響を受けております。これはどういうことかと申しますとね、文芸ジャーナリズムに今人気が出て盛んに原稿が売れている、その小説と似たような小説を書いても文壇には出ていかれんのですよね。だから必ず一つ上の文学世代を批判してやっつけることで出ていくわけですね。そうすると自分が若い身の上で、そのエネルギー、その知恵、そのヒントはどこにあるかっていうと、さらにもう一つ上の文学世代からエネルギー取るんですよね。しかもこれは戦後派の作家のお話をしたときにこんなことを申したんですが、徹底してでしょ、今日前半でも申し上げました、戦後派の人たちは徹底してこの際だから、どっちへ徹底していくかというので、いくつかの型に分かれます。全体型と本質型、大きく分けるとこういうこと。宇宙の全体を知りたい、自分が生きている人生はここからこの外を知りたい、世界全体はどうなってる、人類全体はどうなってる、このことがいつも念頭にかかるタイプ。これとそうじゃない、これミクロとマクロの関係みたいな、小さい知恵の輪みたいな、これさえほどければ連鎖的にうわーっと宇宙が溶けていくのに、ここへ掘り下がっていくタイプ。戦後派はそういうふうに分かれています。野間宏なんていう人が全体小説なんていうことを書いて、全体っていうのは大河小説を書けという意味ではございません。
そうではなくて、真理と正理と社会、これを一つのものとして、それぞれ別個のものではなく、一つのものとして、混然一体として書けというようなことを言って、全体小説ということを言うんですね。それから別の意味で、中村信一郎という作家が、これまた長編小説を志します。これはまあ、フランス文学の影響、マルセル・プルストの影響、なんていうことも言われていますが、私、外国文学のことは存じませんので、詳しくはわかりません。ただ、とにかく、伽藍を作っておいて、そしてそれを一つ一つ変えていって、生きながら一つ一つが長編小説なんであるけれども、その全体をひっくるめるとさらに大規模の大きな長編小説になっていくというような構想を立てます。果たせるかな。小田誠という人に、尊敬する先輩作家誰ですかというと、野間博士と中村信一郎という答えが返ってまいります。僕真っ白だもんね、だから何でも見てやろう、こういったこの青年、全体ということが気にかかります。阪神淡路大震災っていうようなことを、あの辺の西宮に住んでいたから彼は一生懸命関わりますが、同時にその時、今ポルトガルでは、今メキシコでは、そういうことがいつも頭に入ってる。あの人は世界全体ということを気にしなければ生きていられない人です。それに対して本質型というのがございましてね、ちょうど野間博士が戦後派の全体型の代表格とすれば、萩谷豊という、まあ、難解な小説、司令というのを書くのですが、晩年に無理やり完結させましたが、最後の方は実はあれはちょっと尻切れトンボになっておりますが、この人は宇宙の果てのことまでその小説に書いてありますから、全体思考だろう、いやそうじゃないんです、そうじゃないんです、あまりそこに深入りしたくないんですが、自動率の深入りなんて不愉快、 A イコール A と、これが気に入らない、こういうんで困った人なんです。つまりこの世の中どうやっても変わらない。人間性というもの、人間の性というもの、どうやっても変わらない。なぜだ？どうしたら変えられる？こういうふうに遡っていったら、最後に存在というものを革命しなければ変わらないと。そんなことありますか？どういうイメージなんだか私にはうまくイメージできません。だけれども、とにかくこの知恵の輪のここへ遡っていって、これが解ければ、宇宙のあらゆる問題は解決する、こういうふうにいくんですね。存在が革命されるとね、すごいんですって指令の中に出てきますよ。だって何億光年って、光の速度に、光にまたがってきたって何億年もかかるところから、なんでメッセージがやってくるか、光より速い乗り物に乗るって言うんですね。それは試作という乗り物だ。そりゃすごいよね、考えたって言っちゃうんだから。そういうその存在の革命みたいな、こういうことを考える。しかし大江健三郎という作家はここから影響を受けます。そして自分の心の中にある原点というものをいつも考えまして、しかし作家でございますから、萩谷豊以上に具体的にイメージを描ける作家でございますから、彼の場合は自分の生い立った愛媛県の風土というものにこだわります。一体今の自分がある、自分の今の悲しみというのの根源はどこにあるのだろうか。そうするとそれは松山から小一時間山に入った自分のふるさとの村、うさぎ追石かの山、そこへある時略帽っていうんですか、あの軍隊の三角帽子をかぶった米軍の兵隊がジープに乗って、あの木の橋を渡ってずっとやってきた。その時に本当に私はふるさとが蹂躙された、それは日本人である自分がアメリカに強姦された瞬間であった。これもどうかと思うんであります。橋をジープが渡っただけでね、強姦されたはないだろうとは思いますけど、しかしこれはつまり彼が自分の思いを言葉によって再表現するために使った仕掛けでございますね、比喩でございますね。いつも彼はあの松山在の山の村へ帰っていく彼の壮年は、大江さんはもちろん皆様ご承知のように日本を代表する第一識人と言ってよろしい、世界中にお友達も多いのでしょう、そして世界のいろいろな状況について精通していらっしゃるのでもありましょう、それらの文献やら何やらについても目を通されているのでありましょう、代表的な知識人ではございますが、ひとたび作品にかかろうといたしますと、いつもイメージの原点はあの愛媛県の山の村へ帰っていく。この人、世界のことを
支出している、よく承知している全体型知識人かと申しますと、そうではありません。本質思考型の作家でございます。このように、この人たち、一つ上の第三の新人ではなく、文学世代的に言えば二つ上の戦後文学という世代の人たちの影響を受けるんでありますが、同時にどういう影響の受け方をしたかと言いますと、戦後文学の作家たちが持っていた徹底性、その徹底するときにどういうところへ徹底していくかという、このモデルもきちんと、まあ、盗んできているというと語弊がございましょうが、学んできているわけですね。織田誠の全体型に対して大江健三郎の本質型ということがほぼ言えます。